アリス社の蒸気機関付き工機で示された単位操作の説明図付き候機とは、金属鉱石の抽出あるいは次なる工程のため、すりつぶすというより繰り返し上からつくことで素材を粉砕するタイプの破砕機である。最高機とも呼ばれる。素材の粉砕は単位操作の一種である。金鉱石の破砕工場の内部。米国1888年図き工機は、 型枠内で垂直に緩く保持された重い鋼鉄の塊の破細胞で構成され、内部で破細胞が上下にスライドできるようになっている。水平回転するシャフト状のカムによって破細胞は持ち上げられる。カムが破細胞の下から動くと、破細胞は下方にある鉱石の上に落下して岩石を粉砕し、そしてカムの次なる通過でまた破細胞を持ち上げるという工程が繰り返される。 型枠と破砕棒の各セットは時にバッテリーまたはスタンプと呼ばれ、破砕工場はそこに設置されているスタンプの数によって分類されることがある。それらは通常直線的に配置されているが、破砕工場を拡張する際はそのラインを延長するのではなく新たなラインを構築しても構わない。装置全体の高さは約6メートルを超えることがあり、 大きな基礎を必要とするので放棄された破砕工場の敷地には通常最も目立つ特徴として直線的な基礎の列ができている。月光器のスタンプは通常5キで1セットになっている。一部の先行作業では大量の水を使用したため一部の月光器は天然または人工的な水域の近くにある。例えばレッドリッチスティールダムは 皇帝で使う水を最高機に供給するために建設されたものである。水力で動く月光機の主な構成要素である水車とカムとハンマーはヘレニズム時代に地中海東部地域で知られていた。古代のカムは紀元前3世紀から水力で動く初期のオートマタに見られる。古代ローマの学者大プリニウスの博物誌の一説では水力で動く破細胞が 西暦一世紀までにイタリアでかなり普及したことが次のように示されているイタリアの大部分では、低鉄のない破砕棒を使用し、また水が通り過ぎるにつれて回転する車輪とトリップハンマーを使っている。これらのトリップハンマーは、穀物の脱穀及び夏に使われた。五世紀半ばには、コンダの聖ロマヌスによって、平地のジュラ地方に設立された修道院で、破に、 普通の水車小屋を備えた脱穀機も確認されており、トリップハンマーの知識が中世初期まで続いたことを示すものとなっている。農作業とは別に、考古学的証拠もまた、ローマの金属加工におけるトリップハンマーの存在を強く示唆している。ケントの一カム地区は、ローマの水車小屋と金屑の廃棄場もいくつか痕跡が残っている地域で、 力学的変形がある大型の金属ハンマーヘッドが発掘された。しかし、月後期の最も広い活用は、ローマの鉱山にて起こったと考えられており、そこでは、深部鉱脈からの鉱石がさらなる処理のために、まず、小片に粉砕された。ここで、大石の大きな凹みの規則性と感覚は、カム操作の鉱物破細胞の使用を示すものであり、 後の中世の採掘装置によく似ている。このように力学的に変形した台が、道路ーーコッティやイベリア半島など、西ヨーロッパにある数多くのローマ時代の銀及び金の採掘場で発見されており、その年代は西暦1世紀から2世紀とされている。道路ーーコッティではこれらの月光器が、液圧駆動式でありおそらく他のローマの採掘場でもそうだが、 そこで大規模なハッシング及びグラウンドスライシング技術が使われていたのは機械の動力として大量の水が直接的に利用可能だったことを意味するものであった。973年には早くもサマルカンドで月光機が鉱山労働者に使用されていた。それらは中世のペルシアで鉱石を砕くために使われた。11世紀までに西は イスラーム統治下のスペインやアフリカ北部から東は中央アジアまで月光期は中世イスラーム世界全域に普及した。ゲオルク・アグリコラチョ・デレ・メタリカに掲載された月光期。1556年水力で機械化されたトリップハンガーは12世紀までに中世ヨーロッパで再び出現した。それらの使用が西暦百三十五年と百七十五年に 書かれた中世のシュタイヤーマルクの資料に記述されている。どちらの文書も鉱石粉砕のための垂直式付き鉱器の使用を記述したものである。1116年と1249年の中世、フランスの資料はどちらも連鉄の単造において用いられた機械式トリップハンマーの使用を記載している。15世紀まで中世ヨーロッパのトリップハンマーは 大半の場合、垂直式波細胞の月光器の形状であった。ルネッサンスの著名な芸術家にして発明家のレオナルド・ダ・ヴィンチは、単蔵や削り切断装置であっても使うためのトリップハンマーをしばしば垂直式波細胞の月光器タイプのものでスケッチしていた。単蔵用ハンマー、マルティネのヨーロッパ最古の描写イラスト例は、 おそらく西暦1565年のオラウス・マグヌスの著書、北方民族文化史である。この木版画の図絵には、三つのマルティネット水車が、オスマンド鉄の連鉄ロカマドの不意号を動かしている場面がある。横向きのトリップハンマーは、ヨアヒム・フォン・ザンドラルトとビットリオゾンカによって、西洋芸術のイラスト画に最初に描かれた。 1556年に出版されたゲオルク・アグリコラのデレ・メタリカの発刊には水力の月光器が描かれている。アグリコラが図示する月光器は各破細胞の集団に鉄製化を使っていることを除き、主に木造であった。カムシャフトは水車の車軸に直接設置され、破細胞は通常3本1組で配置され、各水車が1組、ないし2組を動かす。 水力で動く八本建てのコーンウォール式月き工期、米国で最初の月き工期はシャーロット近くのカプス鉱山で1829年に建設された。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、米国の金、銀、銅の採掘地域では金属を抽出する前段階としての鉱石が粉砕される作業工程で月き工期は一般的となった。 それらは19世紀後半に多くの応用機器においてもっと効率的な手法に置き換えられた。しかしその単純さから20世紀に入っても平地では月光機が鉱石処理によく使用されることとなった。コロンビアでは電気モーターで動かす月光機が今でも職人交付によって使用されている。銅鉱石を粉砕するためにアリゾナで使用されていた5本組の カリフォルニア式月光器コーンウォール式月光器は1850年頃に鈴の採掘で使用するためにコーンウォールで開発された月光器である。コーニッシュスタンプは鉱石の小さな塊を砂のような材料に粉砕するために使用された。底部に鉄製、ヘッドがついた重い木材、または鉄製のリフターは回転する車軸状のカムによって持ち上げられ、 鉱石と水の混合物の上に落下すると、株の箱に流れ込む構造となっている。ヘッドは一般的に約200から400キログラムの重さがあり、通常は木材フレームの中に4本一組で配置された。小さな月光器は一般的に水車で、大きいものは蒸気機関で動かしていた。カリフォルニア式月光器は、高日ュスタンプを基本としたもので、 カリフォルニアの近郊で使用された。この月後期では、破細胞を横から持ち上げるようにカムが配置されているため、破細胞が回転する。これが、破細胞の底にある靴の摩耗を均等にしていた。1トンしか粉砕できない、コーニッシュスタンプとは、対照的に、カリフォルニア式は、動きがより迅速で、単一のヘッドで1.5トンの鉱石を粉砕すること、可能だった。 縮みミ,ミツルキ。ゲオルクベックラーの著書、新しい機械の劇場より、1661年、ホランダー型航開機が発明される前、初期の製紙では、紙量の準備段階で、月工期が使用された。これは羊毛を縮み満たする際に使用されていた器具から、派生した可能性もある。粉砕した種子から作油する前の油量種子の処理でも、それらが使用された。 初期の圧着機は、水力で動いていたが、蒸気や電気で動かすことも可能である。出展で複数回出てくる、ニーダム及び、ウィルソンの著書。ありがとうございます。